ステチャンネル。やります。パフォーマンスコーナーの第2回目は、椿姫について、私のソロとその後中尾優さんとのデュエットをお届けしたいと思います。まあね、椿姫はもうめちゃくちゃ有名なオペラなので、スタンバイをしながら喋りますけれども、初めは私一人だからいいのか、別に何もしなくても。はい、めちゃくちゃ有名な、曲ですが、まあ、最近あのエール、朝ドラのねエールの中でも歌われたところ、オーディションで最後なんかあのなんだっけ、音が一生懸命あの心を込めて歌ったのがすごい心臓に響いて、あのヴィオレッタの主役ができるようになって、本当のライバルの優等生の人とかあのびっくりして歌えなくなったみたいな感じのところがあったと思うんですけど、ちょうどその曲ですね。アディオデルパサートって、さようなら過ぎ去る日よっていう、もう本当にヴィオレッタが病気で死にそうになりながら、まあ、悲しみに暮れてアルフレードのことを思いながら歌う曲です。その後アルフレード、ヴィオレッタの恋人、愛する人がやってきてくれて、2人で二重唱を歌います。三毛猫大好きだって。大好きは誰のことを大好きなのか、その後になんか男の人のマークがあるってことは、もしかしてえこれ誰のことだ、あ私かな、あ男の人じゃなくてティアラだった。はい、あヴィオレッタのことが大好きなのかな、わかんない、あまあ、はい、なので、聞いてください。テノールなのに中尾優さんがなんと伴奏してくださいます。すごいすごいありがたいな、嬉しいな。はい、楽譜も出してね。Germain.